ています。現場に残された部品や道路の痕跡から事故の原因を捜査し明らかにする大切な仕事です。特にひき逃げ事件などの悪質な事件では捜査本部を立ち上げ、現場周辺にいた人や住民の人に聞き込みを行ったり、残された部品や防犯カメラの映像から特徴の似た車を探し出し一台一台確認をしに行きます。そういった地道な捜査が事件解決への糸口となり、犯人を見つけ出し被害者の無念を晴らす誇り高い業務です。重傷ひき逃げ事件の捜査に携わった時です。自転車に乗車していた被害者が車にひかれ重傷を負い、加害者が逃走した事件であり、現場付近の防犯カメラや残された遺留品から車種を特定し、その車種の車両を一台一台確認しに行き、犯人にたどり着くことができました。しかし犯人はその事故があったことを認めず、車も見つかっていなかったことから、さらに捜査の範囲を広げ、市内の至る所の防犯カメラを確認し、事故前後の足取りを明らかにしたり、付近の方に聞き込みをし、捜査を重ねることで確固たる証拠をつかみ起訴することができました。悪質な事件の犯人を検挙し、被害者の方や家族の方から感謝された時、地道な捜査が結果を結ぶことを実感しました。被害者や被害者の方のご遺族に寄り添うことができる警察官になりたいです。私がそのように思うようになったのは、交通事故で家族を亡くされたご遺族の方に対する私の上司の言葉がきっかけです。それは気持ちを全て理解することはできません。ですが気持ちに歩み寄る努力はさせてくださいという言葉です。交通事故によって家族を突然奪われた悲しみは語りきれません。境遇も環境も全てが違い、気持ちが理解できるといえば嘘になるのではないかと思います。ですがその言葉は家族の方の悲しみや負担を少しでも軽減させることができたのではないかと思います。私たちが取り扱っている交通事故は私にとっては仕事でも、その当事者の方にとっては一大事です。そのことを胸にこれからも働いていきたいです。犯罪の捜査や犯人の逮捕は警察官にしかできないことです。犯罪を絶対許さないという強い思いからチーム一丸となって地道な捜査を重ね、犯人検挙に結びつくことができます。また交通事故捜査は犯人の検挙が終わりではありません。その人が今後交通事故を起こさないよう指導することで、交通事故によって悲しむ人を減らすことにつながっています。誰かのためにやりがいを持って一緒に働くことができることを楽しみにしています。